さあ、というわけで、テーマ。はい。いっちゃっていいですかね。はい、大丈夫です。今週のテーマ、餃子、ニンニク、マシマシさんからいただいておりますが、久々にお取り合わせ会いかがでしょうかということで。そうね。だいぶこれも久しぶりの、あれなんですけど、トークイベントと合わせてね。あ、そうだね。そう、復活ということで、うん。全くたまたまだって、まあ皆さんから、こう、これ、ちょっと頼んでみなさいよというものをこういただきまして。はいはいはい。それを、この場っていうか、まあ、放送が終わったぐらいではもう注文して、そうだね、で、来週感想を言い合うみたいな、そういうのがお取り寄せなんですけども、お取り寄せ会なんですけども、うん、まあそれをちょっとやろうかなと思っております。ええ。うん。で、まあじゃあ一個ずつ紹介がてら、まあ皆さんも調べてもらったりして、二人も調べながら、うん。こんなんあるんだみたいなのね、ちょっと確認しながらやっていきましょうか。はい、はいはい。お願いします。では、まず一つ目。はい。天森カフカさん、女性の方。はい。最初にさん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマ、お取り寄せ取ることで紹介したのは、九州は北九州のソウルチェーン店、スケさんうどんです。スケさんうどん。スケさんうどん。うん。九州のおうどんを自宅で調理して簡単に楽しめます。私はおすすめ肉うどん。うん。はいはいはい。甘めに煮つけたお肉と柔らかなうどん、お出汁の組み合わせが たまりません。ただ、注文後、翌々日発送らしくて1週間以内ギリギリになってしまう可能性があるよ。結構ギリだね。結構ギリですね。結構ギリだね。スケさんうどん。これ何種類がいろいろある。おいしそうなんですよね。うどん。スケさんうどん。穴子があるよ、今。本当だ。穴子、いや穴子とかめっちゃうまいじゃん。つけさんの穴子。いや、うまそうだな。いやー、これはうまそうだな。うどん好きな3人だからな。そう、これはやわやわやわなのかな。どうなんだろう。まあつるつるなのかな。茹で時間でどうにかなるんじゃないの。そういうこと？うん。うまそう。口当たりは柔らかく。うん。中はもっちりシコシコ。はいはいはい。あー、へー。ちょい柔めなんだ。なるほど。うん、なるほど、これが一つ目。これが一つ目です。いや、いいですね。うどんいいですね。いいですね。うどんいいですね。続きまして。はい。ひなのんさん、女性の方。はい。どうぞ、べちゃんごさん、テトさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私の紹介したいお取り寄せは、みのくち食品。はいはいはい、星野木、いい虫だ。星野木、いい虫って書いてあるね。ね、この人の書いてるのとちょっと違うけど、星野木、いい虫が普通なのかな。味は牛肉、エビ、ホタテ、タイと4種類ある。うん。もちもちのおこわで、醤油の香りと香ばしさで上品な美味しさ。はいはい。祖父母にはとても好評で、贈り物としてもとても喜ばれます。電子レンジで簡単にできて、日持ちもとても持つので安心して食べきれてしまいます。へぇー。あ、おこわ。おこわ。うわー、いいなぁ。サイズ感も良さそうだね。あ、結構、あ、で値段するか、これ12個入りなのか。あ、ほんとだ、いい値段するね。いい値段するね。うん。あー、ポートのやつなのかな。へえ、なんか高級感あるな。そうだね。高級感。これは、溢れてるな。確かに喜ばれそう。いいですね。いいですね。しのぎ、いい虫。いい虫。うん、これは二つ目ですね。はい。三品目。はい。角刈り中にした女性の方。はい。はい。どうさんべさてとさ、こんばんは。ばばー。今回テーマのお取り寄せですが、私からは大阪の南側で有名なポン酢をご紹介します。ポン酢。ポン酢。その名も朝日ポン酢。ポン酢なんだ。あっさりしているのにコクがあり、すだちの香りががっつり香るポン酢の概念が変わるポン酢です。うん。官邸内のスクープで朝日ポン酢が好きすぎて水で薄めて水筒に入れて持ち歩く外国人の方が紹介されたこと。相当だね。飲むってことか。ごくごく。すげえ、そこまでいける。一番のおすすめの食べ方は水炊き。なるほど。一度食べたらもう普通のポン酢には戻れません。水炊きはごまだれ派でしたが、朝日ポン酢と出会ってからポン酢派になりました。いや、うまそうだな、ね。焼肉につけてあっさりいただいても美味しいですし、もちろん餃子につけても最高。
原材料に柚子とありましたが、あれ、うん、香りはほぼすだちなので、ペイさんがすだちが大丈夫であれば食べられるかもしれません。なるほどね、なるほどなるほど。ペイさん、すだちとかポン酢どうなの？大丈夫だけど、あんまり気になんないよっていうのは、うん、苦手じゃない人が言う言葉であって、ちょっと怖い。まあ確かにな、いるいるってなるのが大体だからね。お酒が水みたいって言ってるのと一緒、ね、あ、まあ確かにそうか。だからちょっとドキッとしますねこれね。あ、でも美味しいポン酢は美味しいからね、本当に。これがだから気になるんですよね。いや気になるねこれね。そんなに有名なんだね。うめえんかな。なるほど。続きまして、はい、戦う師匠さん、女性の方。はい、どうさんペサテトさん、こんばんは。こんばんは。私がおすすめするお取り寄せは、東京都文京区にある精肉店、千駄木腰塚の自家製コンビーフです。腰塚って読むのかな。腰塚でいいっぽい。自家製コンビーフです。千駄木腰塚、腰塚、うわいいですね。米に乗っけまくってんじゃん。うわ、おかけご飯のアレンジやばそう。いいですな、コンビーフ。なんかさ、前さ、一番最初かなんかに北海道のさ、うん、牛なんとか、あ、なんかあったよね。あれ美味しかったね。いや、あれクソうまかったけど、あれの感じなのかな。ビーフ、コンビーフといえば牛肉を塩漬けにした加工品で、独特の癖があって苦手な人も多いと思います。私も苦手ですが、うん、こちらのコンビーフはめっちゃうまいです。お、口に入れた瞬間、人肌で脂がとろけてほぐれたお肉の旨味が広がるので、脂っこいのが苦手でも美味しく食べられる。なるほどね。東京には何店舗かあるので、皆さんお取り寄せしなくても買えてしまうんですが、ご存知なければぜひ食べていただき。知らんかったね。いや、これちょっと、そうっすか。これ美味しいね。これもそうだな。卵、卵黄乗ってるのいいな、これ。いや、それさ、いい、絶対美味しいよね。いいですな。美味しい。 400g で2780円。 400g のコンビーフ、 400g ってどんぐらいなんだ。でかそうじゃない。まあまあありそうだけどね。まあまあいけるかな。うん、コンビーフ食いてえな。なんかコンビーフちょっと躊躇しちゃう、年齢的に躊躇しちゃうようになってきちゃってるからさ。まあね、まあな、うん、こういう機会でてちょっとっていう仕方あるめっていうね。いや、いいよ。続きまして、はい、ザバンゴさん、女性の方。ザバンゴ、ザバンゴ、皆さんこんばんは。こんばんは。お取り寄せ、私のおすすめは長崎中華街ラオリー。ラオリ ー, オリー、水餃子です。ラオリー、ラオリーはね、ロー人のローに、あの、リ、リ、リ、ただなりのリだね、サッカー選手のリ、リ、もうこのリ。あ、消えた。リ、ただなりのリ、サッカー選手のフフッつって消えてった。うん、あれ、しょうもねえこと言うから消えた。なんだなんだ。リ、もうこにしたっけ。あ、帰ってきた。なんか再接続になったわ。あれ、サーバーなんか急に落ちた、ま、間違ってたんじゃないの。リ、ただなり、ルルルンって落ちたわ。そうだ、うん、ちげえよって言われた。リ、もうこのリです。はいはいはい。あ、バキの話ね、これはね。うん、茹でるだけで肉汁いっぱいの水餃子が楽しめます。水餃子、素材はほとんどが長崎産、旨味たっぷりですが、くどくなく何個でも食べられてしまいます。味付けなしでも十分美味しいのですが、少しラー油を垂らすと絶品なので、ぜひぜひ試していただきたい。あ、なるほどね。水餃子ってあんまり機会ないよね、食べる。そうね、そうだね。本当にそういう中華屋さん、ちゃんと、ね、ちゃんとしたとこっていうのもあれだけど、うん、ちょっと高級そうな中華屋さんに行って、なんか、うん、やむちゃ、本当もうプルンプルンのトゥルントゥルンじゃん。いい番料理か。くそ熱いやつでしょね。長崎中華街、長崎に中華街あるのか。まあ、あるんだね。うん、たことない。いやー、水餃子いいですね。台湾料理うまそうだな。うめえんだろうな。これうまいですよね。水餃子ってまずく作れないんじゃないの。いや、ってぐらい、ま、ずく全部うまいよね。大体うまい。ああ、どこで食ってもクソうめえからさ。うまいね。小籠包とかも大体うまいね。そうだね。ねえ、
小籠包やけどするよねあれね。やけどしますね。あれこれ食べ方合ってんのかな本当に。お汁が大事だみたいな感じでさ。なんか大体こぼしちゃうんだよ俺。一回ちゃんとしたところで食べたことがあって、うん、食べ方教えてもらった時は、うん、本当に一回スプーンの上に乗っけて、うん、で開けて汁出して汁吸ってから、ああそうそうなあるねなんかね。そう食べてくださいって言われた。ああ。へえ、いやそうか。ニンニクとニラを使ってないんだって。あ、へえ。じゃあもう本当に肉と何が入ってんだ他に。肉と。肉オンリーか？いやなんか。肉なんかちょっと緑色入ってる。なんか緑入ってるな。ネギか？ネギ入ってんのか？あ、ネギ入れてるか？入れてそうだな。うめえだろうな。いいね。うん。続きまして。はい。ベブリンさん男性の方。おお。ほら期待が。これは名前からなんだ期待が広がるね。肉か。ダンプシュさんペチャコさんテッドさんこんばんは。こんばんは。僕が推したいお取り寄せは仙台末広の塩仕込み牛タン厚切りです。きたー牛タンかー。いや仙台で牛タンってきたらさ、デブリーって検索してたわ。違う違う出てこない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 、デブリンのタン出てこないよ。デブリンじゃないわ。うわなんだっけ、なんて名前だっけ、仙台デブリン、デブリン、デブリン牛タン、デブリンの塩仕込み、デブリンの牛タン、デブリン末広の、デブリン末広塩仕込み牛タン厚切り、あー760円、 200g、 うまっ、切れ目がしっかり入ってるので焼くだけの簡単調理、心地よい噛み応えは美味しい肉汁が止まらない、味がついてるのでそのままでも十分美味しいのに、柚子胡椒、ポン酢、レモン汁、わさびなどどれと組み合わせても何度でも何枚も食べられてしまう牛タンです。もうご飯止まらない美味しさです。食べてる食べてる、うん、ポン酢とかともいけるんだったらさっきのと、まあでも合わせられないんだけど、いや合わせれないのか、合わせれないんだけど、そうルールがあるからな。でもよさ、いやマジか牛タン、いやそれはうまいだろう。厚切りと普通、まあ普通というかちょっと薄めのやつ、金額は一緒なんだね。俺さ、どちらかというと牛タンって薄い方が好きなんだけどさ、まあ薄い方でいいかな。なんか2人はそう言ってたよね。うん、厚いの好き、のそんなにピンとこないな。すぐお腹いっぱいになっちゃう。そうだね。まあ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 そうね、お腹いっぱいになっちゃうけど、やっぱなんかすごい贅沢してるなって感じない？まあわかるよ、贅沢さはあるね、な、切れ目とかはね。お家で牛タンか、まあまあまあいいっすね。いやうまそうだな、うん、そうっすか。くぅ、続きまして、はい、すべすべまんじゅうがに略してすべまんさん、女性の方、はい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 、皆さんこんばんは。こんばんは。今回のテーマお取り寄せということで、私からも一つご紹介させてください、はい、私のおすすめお取り寄せ商品は日高水産のつけ揚げです。つけ揚げ、日高水産つけ揚げ、つけ揚げ、つけ揚げで出てこないけど、ね、出てきた、なんだ、さつま揚げみたいなのじゃねえの、なんださつま揚げは出てきた、はい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 、これうまそうなんだよな。中でも餅切りかまぼこ、イカニラ天、はいはい、チーズ各店がおすすめ、いくつかあるんだ。つけ揚げ、あ、つけ揚げっていうの確かに書いてあるな。これうまそうなんですよね。さつま揚げ、うわなんか、あーへえ。なんかセットみたいなのあんのかな。いろいろチーズカクテン。ああ、うわ。じゃあチーズカクテンって読むのかなこれ。めっちゃうまそうだな。ね、うまそうこれ。うまそうだよね。しかも5枚で500円なんだ。1枚100円、なんかすごいあれだね、商店街とかに売ってたら食っちゃう。いやーそうね、ドライブスルーじゃなくてなんだっけ、あのドライブスルー高速のさ、あーパーティングインターチェンジやね、インターチェンジじゃない、インターチェンジは違う、ああいうところの屋台とかで売ってたら買っちゃうな。うん、これいいなー、いいね、いい、そのまま食べても美味しいし、うん、
生姜醤油で食べてもいいし、うわお酒にご飯も合うし、おやつ感覚でそのままむしゃりつくの、むしゃつくのもありです。保存の際は冷凍できますし、解凍もレンチンで手軽。他にもいろんな味がありますし、セット商品でも単品でもあるので試しやすいかと思います。さ、レンチンできんのの、まあ強みだよ ね、 簡単に手軽に食えるチューンはさ、うん、続きまして、はい、妖怪レバカチャババア。ドサメさてとさ、こんばんは。こんばんは。貧乏舌な私からもお取り寄せグルメ送らせていただきます。はい、キッチン飛騨のハンバーグ、ハンバーグー、ハンバーグー、ハンバーグーなのかな、ハンバーグイチじゃないよな、ハンバーグーだと思うよ、ハンバーグー、ハンバーグの具は具材の具、具志堅用高の具だ、そうだね。いやいや、ヨコ、今ヨコいた、今ヨコが横にいたんだ。いたな、いたわ。名前はちょっとあれですが、50年以上続く老舗のステーキ店が飛騨牛というブランド牛肉 100% で作ったハンバーグ風の洋風牛そぼろです。あ、そぼろなんだ。ご飯に乗っけて食べるタイプ。あー、ちょっと納豆みたいに見えたけど美味しそうね。これうまそうですね。ね、瓶の中身を少しほぐして熱々ご飯にかけると肉汁や、濃いめのタレがご飯にじゅわーっとなじみ、まるで洋食屋でステーキソースごとハンバーグとご飯をワンプレートで混ぜてかき込んでる味がする。おりゃー、うわー、なるほどね。まあチーズや卵トッピングするとさらにいいでしょうと。か自分は食べてないのですが、テリマヨ味もあって、こちらはパンにも合う味だとか。テリマヨ味、テリマヨもあるんだ。本当だ、テリマヨあるわ。なるほどね。お家で気軽にステーキ店のハンバーグが楽しめる上に、お店では人目をはばかってできない残った美味しいソース混ぜご飯もできちゃう。ある意味 B 級グルメなハンバーグ、ぜひ。いや、いいな、これもいいな。パン上はちょっといいな。いや、なんかミートソースみたいだな。おしゃれな食い方。そうだね、ミートソースみたい。うん、美味しそう。続きまして、はいはい、なにわのハニワちゃん、三十歳の方。はいはいはい。ドサメさてとさ、こんばんは。こんばんは。今回のテーマはお取り寄せですが、私がお気に入りなものをぜひ紹介させていただきます。はい、紹介したいのはおもっチーズというスイーツになります。スイーツ、おもっチーズ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 、これスイートオーケストラのおもっチーズでいいのかな。あ、そうだね、スイートオーケストラのおもっチーズ、おもっチーズ、すごいなこれ、うん、何これ、ビニョーンってなってる奥で。チーズケーキが伸びてるね。名前でも分かるようにお餅のように伸びる不思議な食感のチーズケーキです。一度食べてから何度もお取り寄せしてるんですが、美味しいのはもちろんとにかく癖になります。一つが小さいのでついつい一つ二つあっちゃいんでねと食べてしまいます。うん、私が食べるのはいつもプレーンだけですが、ショコラや夕張メロンと味も豊富なようです。ぜひ一度お試しあれ。あー、へー、こんなもうペロリじゃない。美味しそうだな。チーズケーキがいいよな。こんなんだ。お茶のように伸びる不思議な食感のチーズケーキ。お餅のようにな。お餅のようにね。うん、お餅のようにはないよね。そうだね、まあ、そういうおもちゃもあるからな。さすがにな。おもちゃ。いや、おもちゃ。おもちゃ。おもちゃ。なるほど、なるほど。6個入り。6個入りで1280円。なるほどね。いいですね。ね。いい。続きまして、はい、パンダのレッサーさん、女性の方。はい、ドンサンペサテトサ、こんにちは。こんにちは。久しぶりのテーマをお取り寄せということで、はい、今までは皆さんが紹介してくださったものを聞くだけでしたが、今回は自分も何か紹介したいということでお取り寄せしました。はい、それは漬物佃煮ご飯のお供、西野屋さんの青唐辛子入り椎茸味噌です。やったな。青唐辛子入り椎茸味噌。椎茸味噌。長。あー、この楽天で売ってる。西野屋さん。西野屋さんの。西野屋。西野屋さんの。
西の、いや西の屋、これなのかな、んなんか椎茸味噌、楽天が出てきた、楽天あるね、楽天もあるね、うん、楽天なのかな、西の屋からのお知らせ、椎茸味噌、これだ、キノコで、キノコで金カツって書いてあるやつだ、椎茸うまいよな、青唐辛子のピリッとした辛さに椎茸の食感と味噌の甘さがめちゃくちゃご飯と合います。青唐辛子って辛いんじゃないの、めちゃめちゃ、青はより辛いの、青、まあ、辛みはあるんじゃないかな、まあそうですね、これピリッとした辛さ絶妙らしいよね、そのまま酒のつまみにしても美味しいですし、キノコなどと炒めて料理に使うのもいいです、ああ、ぜひ食べてみてくださいだって、なるほど、楽天限定商品っぽいね、あそうなんだ、うん、あそうなんだ、まあでも楽天で頼めるならもうなんかすぐすぐ来そうだもんな、いいよね、うん、あいやーご飯に合うのめっちゃくんな、ほんとだよ、いいですね、やっぱり米だよね、濃いのが好きなんだな、そうなんだよ、ご飯にみんなかけてんだよな結局、うん、続きまして、はい、シャトラの下僕さん、女性の方、はい、トンサメさん、トヨタさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、私のおすすめのお取り寄せはむや、ふ、焼きいわし明太です、焼きいわし明太、あーはい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 、山屋出てきちゃったけど、ふや山屋じゃないの か、じゃないのか、福屋、福屋、福屋です、福屋、はい、福屋、焼きいわし明太語尾、福屋、あー何これ、どういう、うわもう中にいわし、やばいこれすごいね、イワシの中に入ってる、ね、イワシのお腹に明太子を詰めるというトリッキーな商品なんですが、これがまたご飯にも酒にも合う優秀さ、ここに帰った際は必ず買って帰ります、お土産としてのインパクトもないで、すでに焼いてあるためレンチンで済む素晴らしさ、自分で焼くタイプもあるんですが、で、ね、魚焼きグリルを汚さず手軽に食べられます、こんなんだ、こんなんだ、これうーなんだこれ、うめえのかな、一人一本食べていいのこれ、すげえなー、味濃いのかな、塩分すごそうなイメージ、そうだね、イワシ、うん、美味しいんだろうな、でもな、へえ、これも濃そうだね、うん、これね、これね、ご飯に合うだろう、いいねこれは、うん、続きまして、はい、おにぎりボーイさん、男性の、おにぎりボーイ、皆さんこんばんは、こんばんは、今回紹介したいのは秋田県湯沢市の川面カレーです、川面カレーでは地元の、運送会社の川面っていうのかな、川面運送のまかないが元となったレトルトカレー、うーん、レトルトだ、秋田県産の豚肉とリンゴをふんだんに使用しており、レトルトとは思えないほど本格的なカレーを楽しめます、私も最初お勧めされた時は半信半疑でしたが、今では定期的に買うほど虜になっています、トマトカレーやビーフカレーなども販売されていますが、まずはオーソドックスな川面カレーをぜひお召し上がりください、カレーいいですね、カレーいいね、カレーなんか美味しそうだな、いやカレー夏になるとなんか俺毎日のように食べるようになるんだよねそうなの、なんかさ、でもさ、何なんだろう、なんか夏のイメージあるな、カレーって、カレー CM とかもそうだった、なんかあー、なんだろうな、バーモントのやつ、うん、すげえね、マジ昼間カレー食べたのに夜またカレー関連のなんか食べようとしてたりとか、マジであるんだよね、カレー関連の、いやなんかバーモントみたいなバカみたいなカレー食いたくなる瞬間が結構あるんだよなバカみたいなカレー、バカみたいなカレーなんか味が複雑じゃないやつ、家庭的なやつってことだな、家庭的なね、そう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 、サービスエリアとか、そう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 、ああいうところのカレーでしょ、ちょっと甘いような、そう、ああいうのが食いてーって思う瞬間が、いやわかるわかる、あれうめえもある、うん、うめえんだよな、うん、続きまして、はい、ポン山さん、女性の方、ポン山、はい、うん、何しろ皆さんこんばんは、こんばんは、これはね、そう、2人から来てたから結構すごいかもしれないね、そう、うん、私のおすすめのお取り寄せは、川秀商店なのかな、川州だ、川州商店さんの瓶丼です、
ハワイ州瓶、瓶丼、瓶詰めの瓶にドンドン、ありました、オンラインショップがあった。うわー、なるほど、瓶に詰まってんだね。すげえ、何これ。一昨年の誕生日に仙台に住む友達にプレゼントしてもらい、その後も何とか自分でもリピートしています。小堀の瓶に3種類の海鮮が入っています。いくら、メカブは必ず入っていて、残りの1つはイカ、タコ、ウニ、アワビ、サーモンから選べます。うーん、冷凍で届くので、私は冷凍しておいた白飯と瓶をそのまま会社に持参してランチタイムに、レンチン、白飯をレンチン捕獲にしてから自然解凍された瓶丼をうるやっとぶっかけて海鮮丼で楽しんでます。すごっ。もう一人コンソメさんもこの川塩商店の瓶丼、うん、おすすめだよだってさ。なるほど。こんなんだ。すごいね、瓶に瓶になってんだ。うん、タコ、イカ、ウニ、サーモン、アワビね、なんかいろいろあんだし。いやちょっと気にはなるけどな。するんといけそうだよね。あんまりこういうの行ったことねえな。いや確かに行ったことないけど、海鮮丼は、ね、まあ基本うまいからな。まあうまいですよ。うわすごい。いいっす、ね。丼丸を思い出すの。まあ海鮮丼ね。海鮮丼専門のやつね。なんかワンコインぐらいで買える。うん。そうね。うん。よう言ってたわ。さあというわけ。おおお。以上。以上。なるほど。なるほど。一つ選んでいただき、一つか。それをご注文いただき、来週までに食し、感想を言っていただくということになっておりますが。さあ、じゃあドンさん。あ、私からでいいんですか。はい。どれにしました。私はですね。これ飛騨市でいいんでしたっけ？飛騨牛か。あ、飛騨牛。私が選んだのは、ね、ご飯にかける飛騨牛ハンバグー。なるほど、ハンバグー選ばせていただきました。A さんがいない気がする。あれ、ハンバグーに何の返答もないってことは、あれ、いなくなった。かぶったか。なんだ、負けたのか。グー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 。失礼しました。フォーまでやれよ、そこまでやったんだろう。いました、いました。これハンバグーですか。はい、ハンバグー来たか。ハンバグー行きますよ。ハンバグーなぁ、いったご飯にかけるよ、ハンバグー。うわー、うめぇなぁ。そうっすか。そう、やっぱご飯にかけて食べてみたいですね。さあ、これただまだ決まったわけじゃありませんからね。そうだ、はいはいはい、しもしかしたらどうなるか、うん、わかりません。はい、じゃあペイさん。はい、私はですね、千駄木星塚自家製コンビ。あー、そっちですか。あー、なるほど。ちょっとね、一つと悩んだんですが、やっぱちょっとこれね、ご飯の上に卵と。あー、なるほどね。うん、これちょっとやっぱ行ってみたいね、一回ね。はいはいはい。うん、というわけで私コンビーフでございます。なるほど、うん、では私、はい、発表させていただきます。はい、私が選んだのは千駄木こしつかの自家製コンビーフ。きたー、マジかよ。マジかよ。いやー、かぶってしまった。マジで。あらららららら。いやー、これね、アレンジレシピの卵かけご飯を見た瞬間にさ、まあそうな、心が持っていかれてしまって。あらららららら ら, ら。あこれちょっとやっぱコンビーフ特有のちょっと粗いさ、細めのなんか、そう、ちょっと粗々しさな。そう、あれ、いやー、わかるよ。え、あで、どうするんだっけこれ。これじゃんけんなんでしたっけ。じゃんけんですね、これね。あ、じゃんけんポンでポンの時にグーチョキパー、ベイさんが、例えばベイさんがチョキを出して、これがグーを出す。やめて、その駆け引きすんだよ。駆け引き始めんのやめよ。オッケー。じゃあちょっとドンさんに、はいはい、じゃんけんまで言ってもらっていいですか。はい、いきますよ。はい、最初はグーグー、じゃんけんパン、パン。
お、これ行こう。あー、行こうでしょ。グー。おー。はい。あー、行こうで、はい。グー。よっしゃ。よっしゃ。ぺちゃんこさんの勝利でございます。マジかよ。では、私自家製、コシヅカコンビーフいただきたいと思います。ありがとうございます。はい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 。じゃあ Z さんもあとは選びたい放題よ。じゃあ私ははい、チヒダのダメか。さすがにダメでしょ。もうその単が終わってるから。それはもうダメですよ。ダメダメ。ここからもう一回じゃんけん。うん、ダメダメ。もういった。終わっちゃってます。じゃあまあまあまあ、どっちか悩んでた第二候補。はいはいはい、うん、第二候補、川周商店さんの瓶ドンをちょっと行かせていただこうかなと。お、瓶ドン行った。そこ行きましたか。ええ、ちょっと気になったんで。なるほどなるほど。まあ、2人から来るってのも結構珍しいことなんでね。確かに確かに。はいはい。いっぱいある中で相当これは自信ありなんだろうなっていうところをちょっと感じましたんで。瓶ドン行かせていただこうと思います。コンビーフもね、2人の方から来てたんだよね。あ、そうなんだ。楽しみ。さあ、というわけで、はい、まあ、来週楽しみにということで。いや、いいですね。はいはい。了解させていただきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい。